ボン三千万再生突破の秘密とはナンバーアンダーラインアイの成功に迫るヒップホップと和の融合ボンが世界を魅了する理由とはナンバーアンダーラインアイの奇跡三千万再生の背景にある感動ストーリーすごいおめでとう面白いよボンこれらの喜びの声が日本中いや世界中に広がっています ナンバーアンダーラインアイの最新ヒット曲「ボンが3000万回再生を達成しその成功を祝う声がネット中で響き渡っていますこれほどの反響を得ることは容易ではなくここに至るまでの道のりは長く険しかったことでしょうしかしこの偉業はただの偶然や一時的な人気ではなくナンバーアンダーラインアイの才能と努力の結晶でありその背後には深いストーリーと多くの人々の支持があるのです まず、ボンの成功の要因を探る前に、ナンバーアンダーラインアイとは何者なのかを理解する必要があります。彼らは音楽業界に新風を吹き込む存在であり、独自のスタイルとクリエイティブなアプローチで多くのファンを魅了してきました。その音楽は、ヒップホップと和の融合というユニークなスタイルを持ち、聴く人々に新しい体験を提供しています。彼らの歌詞は深く、時に哲学的でありながらも、 聞きやすく親しみやすいものとなっています。これが、彼らの音楽が幅広い層に受け入れられる理由の一つでしょう。ボンのミュージックビデオ、MV は、その視覚的な魅力も大きな成功の要因となっています。映画のポスターのようなビジュアル、美しい映像美、そしてノスタルジックな雰囲気が融合し、見る人々を引き込む力を持っています。この MV を初めて見た人々は、 その高速ラップとエネルギッシュなパフォーマンスに驚きを隠せず何度も繰り返し再生してしまうという声が多く上がっています視覚と聴覚の両方で楽しめるこの作品はまさに芸術作品と言えるでしょうさらに盆の成功にはファンの力が欠かせません SNS 上でのファンの応援やシェアが再生回数の増加に大きく貢献していますファンたちは自分たちの喜びを共有し 他の人々にもこの素晴らしい作品を知ってもらおうと積極的に活動しています。彼らの熱意と愛情が、ボンの成功を支えているのです。このようにしてボンは三千万回再生という偉業を達成しましたが、ここで立ち止まるわけにはいきません。次なる目標に向けて、ナンバーアンダーラインアイとファンは共に新たな挑戦を続けていくことでしょう。彼らの音楽がさらに多くの人々に届き、 世界中で愛されることを願っています3,000万回再生を達成した本の背後にはさまざまな要素が絡み合っていますまずナンバーアンダーライン愛の音楽制作における独自性と革新性が挙げられます彼らはヒップホップのリズムと和の要素を見事に融合させ聴衆に新鮮な驚きを提供していますこれはただの表面的な融合ではなく 音楽的的なな深さと文化的なリスペクトを持ってて作り上げられています。例えば和楽器の使用や伝統的な音階を現代的なビートに乗せることで古典と現代が共存する音楽を作り出していますまた盆の歌詞には多くのメッセージ性が含まれています社会問題や個人の葛藤希望と絶望など幅広いテーマを取り扱いリスナーに考えさせる要素が多いですこれにより ただのエンターテインメントとしてではなく、深い共感や感動を呼び起こす作品となっています。彼らの歌詞は私的でありながらも、直感的に理解できる言葉遣いで書かれており、多くの人々の心に響きます。盆の MV も大きな成功要因の一つです。視覚的な美しさだけでなく、物語性や象徴性を持たせることで、一度見ただけでは理解しきれない深みを持っています。これは、 見るたびに新しい発見や解釈ができるという楽しさを提供しリピーターを生む大きな要因となっています MV の中のシーンや象徴的な映像は多くの人々に議論を巻き起こしそれが SNS 上での話題性を高める結果となっていますそして No.1 のメンバー自身の魅力も無視できません彼らは音楽だけでなくその人間性や生き方もファンに支持されています SNS での発信やファンとの交流を大切にし、身近に感じさせることで、より深い絆を築いています。これにより、ファンは彼らの成功を自分たちのことのように喜び、さらなる応援につながっています。ここで、本の成功を単に再生回数の多さだけで評価するのは簡単ですが、その背後には数多くの努力と戦略があります。例えば、 リリース前のティーザー映像や SNS での宣伝活動ファンとのインタラクティブなイベントなど綿密なプロモーションが行われていますこれによりリリース前から期待感を高め多くの人々がリリースと同時に視聴するという流れを作り出しましたまたナンンバーーアダインアイの成功は日本国内だけでなく国際的な視野でも捉えられるべきです彼らは海外の音楽フェスティバルにも参加し グローーバルなファンベースを築いていてますこれにより、本の再生回数の一部は海外からのものであり、彼らの音楽が文化の壁を越えて受け入れられている証拠となっています。特にアジアの他の国々や北米、ヨーロッパでもその存在感を示しつつあります。こうした成功の背景には、もちろん彼らの才能と努力がありますが、それだけではなく、 音楽業界全体の変化や新しい技術の導入も大きく影響していますストリーミングサービスの普及や SNS の活用デジタルマーケティングの進化など現代の音楽シーンを取り巻く環境が大きく変わりその波にうまく乗ることができたのですそして盆の成功を祝いながらも私たちはさらに深く考えるべきことがあります音楽とは何か そしてそれが私たちの生活や社会にどのような影響を与えるのか。ボンを聴くことで感じる喜びや感動、それは一時的なものではなく、私たちの心に深く刻まれるものです。この楽曲がこれからも多くの人々に聴かれ、愛され続けることを願ってやみません。また、ボンの成功は他のアーティストやクリエイターにとっても大きなインスピレーションとなるでしょう。音楽の可能性は無限であり、 新しい挑戦を続けることで、さらに多くの素晴らしい作品が生まれることを期待しています。ナンバー・アンダーライン・アイがこれからどのような進化を遂げ、新たな音楽を作り出すのか、その未来に大いに期待しましょう。この成功を祝う一方で、私たちもまた新たな質問を投げかけることができます。なぜボンはこれほどまでに人々の心を捉えたのか。その背後にあるメッセージや哲学は何なのか。 そして、これからのナンバーアンダーライン愛がどのような進化を遂げるのか。これらの問いに答えるためには、さらなる研究と観察が必要です。しかし一つ確かなことは、ナンバーアンダーライン愛の音楽はこれからも多くの人々に影響を与え続けるということです。最後に、読者の皆さんにも問いかけたいと思います。あなたにとって盆はどんな意味を持ちますか この楽曲を通じて何を感じ、どんな影響を受けましたかそして、これからのナンバーアンダーラインアイにどんな期待を抱いていますかぜひ、あなたの感じたことや考えを共有し、この素晴らしい音楽の旅を共に続けていきましょう。ナンバーアンダーラインアイの音楽がさらに多くの人々に届き、世界中で愛されることを願ってやみません。盆の成功を共に祝い、未来への期待を胸に、 私たちはこの音楽の旅を続けていきましょう。ナンバーアンダーラインアイのこれからの活躍にぜひご注目ください。そしてあなた自身の感じたことや考えをシェアし、この素晴らしいコミュニティの一員として共に音楽を楽しんでいきましょう。